ベルナー・メルダースは、スペイン内戦、第二次世界大戦で活躍したドイツ空軍のエースパイロット。最終階級は大佐。白洋、剣、ダイヤモンド付き地鉄十字章受章。115機撃墜。プロイセン王国ベストファーレン州のゲルゼンキルヒエン、生まれ。父は、不評中尉として、西部戦線に従軍し、1915年3月に、 バレアン・アルゴンヌ西側に広がるアルゴンヌの森の戦いで戦死した。後に母は両親を頼って、ブランデンブルク・アンデア・ハーフェルに移住した。学齢期の時は水上スポーツに勤しんでいたが、1931年の初め、ギムナジウムを卒業し、アビトアを取得する頃には飛行士に憧れた。1931年4月、アレンシュタインのバイマル共和国軍の不評、 第2連隊へ入隊。1931年10月、ドレスデンの陸軍士官学校に入校し、この間に少尉に進級した、1933年6月に卒業し、引き続いてミュンヘンの不評、第2連隊第1プロイセン工兵大隊の工兵養成課程に入ったが、パイロット志願を表明していた。 ドイツ航空輸送学校に転科を志願し、1934年2月から12月の間にかけて在籍した。最初は飛行機酔いのため飛行任務には適さないと診断されたが、卒業時は主席だった。その間、中尉に進級し、また、ドイツ国防軍によってドイツ空軍が設立された時期にあたる。1935年1月から5月にかけて、 空軍戦闘機搭乗員に養成課程に在籍し、卒業後の同年7月、シュベリン急降下爆撃隊に配属された。ラインラント進中時には、ルール地方を飛び、デュッセルドルフに到着一番乗りを果たした。1936年からのスペイン内戦では、1938年にコンドル軍団へ志願し、アドルフ・ガーランドから第88戦闘飛行隊、 第3中隊長を引き継いで、新型戦闘機メッサーシミット BF-109 の高速性能を生かしたロッテ戦法、さらにそれを発展させ、ロッテ2組戦闘機4機からなるシュバルム戦法を編み出した。そして、メルダース自身は14機を撃墜し、コンドル軍団のトップエースとなった。メルダースの BF-109 回から2939年9月の 第二次世界大戦開戦時には、大尉の第53戦闘航空団大合飛行隊、第1中隊中隊長で、翌10月に、同航空団第3飛行隊飛行隊長となり、1940年3月に、ドイツ空軍で最初に20機撃墜を達成して、騎士鉄十字章を受章した。同年6月5日、フランス軍戦闘機に撃墜され、捕虜となったが、2週間後に、 フランスが降伏して釈放された。ドイツへ帰還すると少佐に昇進して、第51戦闘航空団司令となり、バトル・オブ・ブリテンに参加。7月28日の戦闘で、アドルフ・マランと対戦して、被弾負傷し、約1ヶ月間の戦線離脱を余儀なくされたものの、アドルフ・バーランド、ヘルムート・ビックとトップエースの座を争った。 この競争では1940年11月6日にトップとなったビッグが同月28日に戦士、ガーランドは西部戦線に止まったのに対し、メルダースは独ソ戦回戦で東部戦線に転じ、一気にスコアを伸ばした。メルダースは1941年7月15日には101期劇追と史上初の100期劇追を果たし、全軍初の白用、剣、 ダイヤモンド付騎士鉄十字章を受賞した。ベルナー・メルダース国民的英雄の戦士を恐れた上層部はメルダースを大座に昇進させて戦闘機体操官に任命した。しかし第一次世界大戦で62機を撃墜した空軍技術局長エルン・ストールデッドが事故死してその国葬に参列するため本国へ向かうメルダースの乗った ハインケル AG-111 が1941年11月22日、悪天候のため、ドイツ東部のブレスラウ付近で墜落、事故死した。ベルナーメルダースの墓七74、戦闘航空団の部隊将その名は、第二次世界大戦における JG-51、戦後の西ドイツ空軍第74、戦闘航空団の部隊名に継承された。また、戦後の西ドイツ海軍、 リュッチェンス旧駆逐艦三隻の二番艦の名として、海軍のリュッチェンス、陸軍のロンメルと共に採用されている。2005年、1998年に制定された、コンドル軍団参加者の名誉剥奪法に基づき、社会民主党のペーター・シュトルック国防相が過去、メルダースに与えられたすべての名誉を剥奪し、それに伴って、JG74 の部隊名から、メルダースの名は抹消された。 ありがとうございます。